クラウディアガデイリアは、ブラジルの女性総合格闘家。リオグランデド・ノルテ州もソロー出身。ノバウニオン所属。UFC 世界女子ストロー級ランキング8位。2008年7月5日、デビュー戦を腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2010年9月25日、カリンドラ・ファリアと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2013年5月11日、 エリカ・チブリシオと対戦し、判定勝ち。2013年7月13日、インビクタ FC6 で、浜崎彩香と対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2013年12月7日、インビクタ FC7 で、カーライス・パルザと戦う予定であったが、異長遠で試合を欠場した。2014年7月16日、UFC デビュー戦。UFC ファイトナイト、 カウボーイ VS ミラーでティガ・ロアデマキと対戦し判定勝ち UFC で初めての女子ストロー級の試合であった2014年12月13日 UFC オンフォックス13でヨアナ・イエンジェイチックと対戦しラウンド終了後にも攻撃してしまう場面もあり1から2の判定負けでキャリア初黒星を起死した2015年8月1日 UFC190 で 女子ストロー級ランキング15位のジェシカアギラーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2016年7月8日、ザ・アルティメット・ファイター23フィナーレで因縁の弱な、イェン・ジェイ・チックと再戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後のインタビューで因縁のあったイェン・ジェイ・チックと和解した。 2017年6月3日、UFC212 で、女子ストロー級ランキング2位のカロリーナ・コバケビッチと対戦し、リアネーキッド・チョークで一本勝ちを収めた。2017年9月23日、日本で開催された UFC ファイトナイト、セイント・プラ・ VS ・オカミで、女子ストロー級ランキング4位のジェシカ・アンドラージと対戦し、判定負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2018年6月9日、UFC225 で、女子ストロー級ランキング6位のカーライスパルザと対戦し、2から1の判定勝ち。2018年12月8日、UFC231 で、女子ストロー級ランキング11位のニ位のアンサロフと対戦し、判定負け。2019年7月6日、UFC239、ジョーンズ VS、サントスで、 女子ストロー級ランキング14位のランダマルコスと対戦し判定勝ち。2020年11月7日 UFC ファイトナイトサントス VS テイチェラで女子ストロー級ランキング8位のヤン・シャオナンと対戦し0から3の判定負け。ありがとうございます。